3回のデートで理想の彼女を作る恋愛婚活スクール LLC チャンネルということで始めていきたいと思います。今日のお題は敬語を外すタイミングってところなんですけど、結構これいつ外したらいいんですかとか言われたりとかしますし、だいたい1回目のデートで終わって2回目のデートに行けないっていう場合は敬語外れてないっていう場合結構多いんで、敬語外すタイミング実はめちゃくちゃ重要なんですけど、そんなに難しくないです。なので外すタイミングさえ覚えていけば女性と距離が近づけられますので、2回目のデートも繋がりやすくなりますので、今回の動画めちゃくちゃ重要で、そしてそんなに難しくないのでぜひ覚えてもらったらと思います。じゃあこの動画がためになるって方はぜひグッドボタンを押していただいて、チャンネル登録の方よろしくお願いします。じゃあ外すタイミングどこか、これは彼女が敬語を外してきたらこっちも敬語を外してください。これにつきます。じゃあなかなか外してこないんですよっていうこともよく言われるんですけど、それはあなたに対して心を開いてない、もしくは脈ありサインを積んできてないっていうことです。僕もあります。実際マッチングアプリで会ってなかなか敬語を外さないんです。結構僕仕事の話をしてしまうとその頭になるので恋愛モードに入らなくなるんです。なのでそのまんま仕事の話で終わってしまうということは昔にありましたけども、男女で会って恋愛モードにしていかなきゃいけないので、まず敬語を外すこと、そして仕事の話で自分の夢を語ったりキラキラするのはめちゃくちゃいいんですけど、僕の場合はそこに熱中してしまってダメなパターンがあるので、必ず恋愛モードに戻すということが重要かなと思います。で、敬語を外さないポイントとして、仕事上敬語がもう癖になっちゃってる方もいるし、このタイミングの時はゲームとかしたらいいと思います。でちょっとここからは敬語使わないゲームねみたいな、もし間違えたら失礼とかベチとか何でもいいっす、ゲームみたいな感じでやってくれたらと思います。そんな形でちょっと一回外してみるようにぜひやってみてください。あとボディタッチとかをもらったりとか、僕が言ってる脈ありサイン10選あると思うんですけど、脈ありをもらってきてると敬語外していいのかなっていうタイミングでもありますし、そこで距離的に近くなってきたことを自分の中で感じてこれたら敬語外してもいいんじゃないでしょうか。そんな形でですね、距離を近め、2回のデートにつなげていく、3回目のデートに近づけていくっていうところで、敬語外すタイミングとしては相手が敬語を外してきたりとか、ボディタッチが多くなったりとか、それから脈ありサインをもらったりとか、もしくは相手が外さないっていうようだったら、こちらからゲームを仕掛けて敬語を外すゲームみたいな形でやっていく、罰ゲームを仕掛けていくっていうところじゃないでしょうか。さあそんな形でうまくやってみていただけたらと思います。じゃあこの動画がためになったよという方はグッドボタン、そして下のチャンネル登録の方をお願いをいたします。